スーパーマリオメーカーやっていきましょう。今回はこちらのコース、楽しいオセロファンファンキャッスル。絶対楽しくないだろ知ってるぞ。よっ、まずはこれに乗って。危ねえ、マシンだと思ったわ。飛び、踏み、踏み、下が見えてくる。おっと、そういうことっすか。あ、これ危ねえ。いやー、先にこいつを倒す。 OK。 あ、結構上にいたんだな、ドッスンが。まあこれはじゃあこうでいいか。この上に乗って右飛びして耐えた耐えた耐えた、いけ。 OK。 あ、届いたよ死んだと思った。バブルの位置を確認。ここは大丈夫そうです。うん、バブルの位置確認。ここのは大丈夫そうですね。 OK。 この次はダメそう。あの真ん中のツタは大丈夫みたい。うー、怖っ怖っ怖っおっと、失礼、すいませんね。アップルソフトウェアからのね来ましたね、なんかね。はい、 OK です。お疲れ様です。もう一コースいっちゃいましょうか。はい、続きましてはこちら。大砲から逃げるスピンジャンプが鍵。難しそう。600分の1だもんね。相当難しいんじゃないかな。大丈夫かな。いや、これジャンプしないとダメか。おぶねえ、ギリギリセーフ。はい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 、いいよーいいよー。はい、よいしょ。うわっ、よっしゃ、嘘だろ。けい、あー、ダメダメ。うっつ、うわっぷね。もうあれですね、赤玉が早すぎて消えちゃいましたね。大ジャンのスピンでいける。オッケー、キノコ、ピースイッチを。効果が切れる前に来なきゃいけない。よいしょ、イエーイ。時間かかったな。約18分9分で、すごい数死んだと思う。お、コーダさんじゃん時間余ってると思うんで遊ぼうと思います。ですよね。そっちもあんのか。あ、やべ、落ちた。いや、でもこれあれなんですね、土管入った後死亡させるわけじゃないんですね。これは死亡する距離感ですね。そういうことね。あ、取んない方がよかったのかな。大丈夫そうですね。1個残ってれば大丈夫で、入った先がブオー、あ、ブオー、下に降りてゴール。1個目の孔明はな、見つけられたんだけどな。まさかあっちにもあると思わなかったな。あ、これもコーダさんのコースじゃん渡れパタパタ橋。他はパタパタ橋とは言うべきか。トゥン、死んだと思った今。トゥン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 トゥ
はい、なんか途中にいるぞ。当たった、当たったよ。イエーイ、キノコだ。これは乗んないと、あ、バネでも行けますね。またやらしいとこに、可愛いやつが配置されてますね。手が可愛いよね。あの丸っこいやつ。数学の、記号でもあるよな。やべ、これやべえんじゃねえか、合いそうだねと。あぶね。数学の記号でもあるよね。さっきの手のやつ。よいしょ。よく AA に使われるけど。お、Over the water。 水の上、水の上。おお、ぶね。うわ、冷静にかわしていく。でっていう、これで勝ちゲー。ありがとうございました。勝ちゲー。中間、ん、うん、入るんだ。じゃあこれ中入ったら水ステージじゃない？そうっすか、そうなりますか。ヨッシー乗ってるとね、操作ちょっと難しくなってくるんですよね。雑食プレイ、さすがに岩までは食えないか。雑食プレイ、雑食プレイ。はい、入ります。で、なるほど、ここに出るわけか。おほほ、おお、 OK、 お疲れ。そっか、水の上の橋を表してたんだ。難民さんですかね。難民さんなんでしょうね。心ピョンピョンしちゃうパターンなんですね。いや、普通にむずそうだな。35秒。よっ、ほっ、あと25秒。ここだ、降りて。降りれない、降りれない。 OK、 16秒。よいしょ。焦らない、焦らない、焦ったら負けです。焦ったら負け。焦ろ、もっと。おっと、え、ここが難しい。最初は難しい。 OK、 割と焦っていこう。焦っていく。さっきミスったのはどこだっけか。ここか、もう取り抜けたね、ミスったとこは。ほほほほほほい、よいしょ、よいしょ。おお、かなり早い段階で来れたね。はい、お疲れ。9秒残し、いいじゃないですか。時間的にもちょうどいいんじゃないかな。じゃあ今回はこれで終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。長官、ご報告いたします。赤城、加賀、両母艦、ミッドウェー沖にて大破。ほう、なかなかやりよう。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。